小雪です。あです。小雪ってなんところです。ようこそおいでませ。コスプレをした時の SNS の使い方の違いって何？テンションどういうテンションこれ？コスプレイヤーが使っている SNS の種類、使い方についてお話ししていきたいと思います。YouTube 見ててコスプレしたいって人は SNS 全然やってないですっていう人もねいると思うんで、私はじゃあどの SNS から始めようっていう方に役立てばなっていう感じかな。あくまで我々のイメージなんで。こうしなきゃいけないってわけじゃないので、参考程度に見てください。かっこいい。何それ。三種の神器。Twitter と TikTok と Instagram、まあ、この3つでしょうね。1個ずつ詳しくこんな感じでみんな使ってるよねの話をします。はい。 Twitter メインの交流の場というか、コスプレ友達を作りたいって思ってる人は Twitter をまずは始めたらいいと思います。 Instagram とか TikTok って発信してそれを見る人っていう感じだけど、 Twitter は交流があるようなイメージかな。会話が成立しやすいよね、 Twitter が一番。コスプレしてなくても使えるっていうのが一番大きいかも。これからやりたいっていう人はコスプレしたいってつぶやくだけでいいんだからコスプレの準備してるとかでもいいし、なんか何でもつぶやけちゃうのがツイッターのいいところなんで。最近めっちゃさツイッターなんか検索ヒットしたくねえなと思っててね、そう、作品名を英語で書くようにしてるんですけど、コスプレのところだけカタカナで書いて、もう海外の人にさえもヒットさせんとこう相互もうそれ載せてる意味ある？いやフォロワーさんを見てくれる。まあそうね、まあ何も書いてないもん。やったよ。本当だよ。なんかこの間の人がトギ何あれ何と思ったの。何のコスプレ。わかんない人もいるよ。だってトゲってキャラのこと知らなかったらさ。でもトゲが好きな人はわかる。まあ、そう、それでいいんで。あ、そうか、うん、一緒だよ私私のことが好きな人がわかればいいの、うん。でも私もう怖くてできないもん。でもトゲだけだとさ、うん、コスプレって書いてくださいとかさ、なんか注意書きちゃんとしてくださいとか言われたらもう恐ろしすぎて全部注意書きしちゃう。でもあんまり気にしないかも。もはやもはやそれを気にする域は超えたわ。えら、うん、だからあんまりみんな気にしすぎもよくないから、うん、自分の好きなように書いてください。ツイッターは公式タグだけは使わないように、うん、それだけ。良ければね、あのアカウント作った人たちは私たちのことを、ね、フォローしていただければ楽しいツイートをします。いやハードル上げたな。嘘嘘です。スプレーの写真見たいよって人はぜひフォローしてください。TikTok 古くないそれもう今 TikTok って言われて動画はちょっと長い尺でキャラクターを演じないといけないから、よりハードルが上がるよね。プラスで演技が求められるって感じかな。動画の方はキャラっぽいポーズだったらもう一瞬でいいんだよ、うん、キャラっぽい動きをしながらそのタスクをこなされて、そう、その踊るだったりセリフを言うだったり、構成を考える段階からさ頭を使うから、このキャラはこのダンスするかなとこういうセリフ言うかなとか、なんかちょっと考えるよね、やっぱ、うん、この曲の解釈合うかなみたいな。そうそういう意味では作り込めるから楽しいっていう人も多いし、やっぱね動いてるの可愛いですからキャラが、うん、私は好きですけどね動画。まあでもそんなにハードル高く考えなくてもいいけど、ね、何やってもいいから、ね、絶対演技しなきゃいけないわけでもないしオフの動画上げてもいいと思うし、うん、全然上げてるし、ね、そうそう、めちゃくちゃ上げてるから、コストラ上げてます。書いとけばいいから、コスプレ注意、うん、キャラ崩壊注意、うん、そうキャラ崩壊注意を絶対に書いたらいい。そう動画はね言われますから、うん、キャラ崩壊注意はもう書いといて損なんてないんだから、うん、キャラなんて毎回崩壊してますこれは。画面でもう崩壊してるのに、私が動いたらもう大崩壊それだよ。3次元に存在してる時点でもう崩壊してんだから、もうキャラ崩壊注意は書けばいいと思う。そんなこと言っちゃダメか、あんまり書いときゃいいだろうみたいなことはあんまり言っちゃダメですね。書いたらちょっとトラブルは回避できる。そうだね。あと公式タグをつけない、これも一緒ですね。これはまあどこの SNS でも言えることかな、うん、この2点を守っていただければ TikTok はそんなに怖くないかな。怖いかな、はい、うん、怖いですね。配信したものをレイヤーだったりレイヤーじゃない人が見て評価するみたいなところはあるよね。いいねの数とかでさ、ね、出てくるからおすすめとかに、うんうん、アカウントを作ったらフォローしてください。そうですね、フォローしてください。インスタグラム、 写真さえあればいつでも始められます。ホーム画面がね、写真がいっぱいになるようなデザイン、うん、写真だけ載せたいよっていう人はインスタでも別に十分かもしれない、うん、会話するっていうよりは画像自体にコメントをみんながつけてくれるっていう感じなんで、コミュニケーションも必要じゃないから写真だけ載せていきたい人にはベストだと思うな。
私がですね、あのインスタグラム強化年間してますんで、年間だった、常に強化してるんで、ぜひインスタ私のフォローしてください。お願いします。マジでフォロワー増やしたい。インスタだけ、インスタだけ。ツイッターとかも TikTok は別にいいから。あ、そうなの。そう、もうインスタだけフォロー、もうチャンネル登録もいい。インスタがいいんだ。チャンネル登録もしなくていいから、インスタだけフォローしよう。そうなんだ。そう、なんで、え、なんかインスタのフォロワー多いのかっこいいじゃん。インフルエンサーになる。そうそうそう、いい。その他、コスプレイヤーズアーカイブ出ました。これはサイトですね。コスプレ写真をホーム画に上げる、コスプレイヤーが使う掲示板だったりが使えたりとか、そこで合わせの募集があったりとか、悩み事を相談し合ったりとか、キャラでタグ付けができたんですよ、うん、新しいキャラ出すとします。そのキャラのコスプレをしてる人が見たいってなって、今 Google 検索すると思うんですけど、アーカイブだとキャラのタグをピッてやったら、そのキャラのコスプレした人の写真がバーって出てくるんですよ、ね、うんうん、それがとても便利でした。確かに最近は結構ね、使う人が減っちゃってる。もう下火です。昔は名刺にね、アーカイブのね、番号みたいなの書いてたんですよ。名刺とともにアーカイブ系出た。確かにそうかもしれん。イベントのね、情報なんかもそのアーカイブの方に全部載ってたから、カレンダーとかでね、何日にあるイベントってやったら全部出てくるんですよ、この地方とか。何月の東京のやつだ、うん、そうそうそう、まだ全然あるんで使えはします。でも人がいないから交流ができない、ね、情報交換ができないっていう感じですね。そうだね。キュア何ですか。キュアキュアはもうなくなったサイトなんで。なくなったんだ。キュアがなくなってワールドコスプレになったんですよ。あ、そうなんだ。へえ。私キュアもワールドなんちゃらも何も知らない。いや、私もキュアも使ったことない。キュアワールドコスプレイだったものが、はい、ワールドコスプレイというサイトになって、今は運営が続いているようですが、はい、キュアの時は使ってる人がめっちゃいたけど、ワールドコスプレイになって一気に使う人が減ってしまった。そうなんだ、うん、あ、そういうサイトもあったりするよ。あまり使ったことない。そうですね、サイトのものよりはアプリがある、ね、そうものの方が人気ですね。時代に合ってる、うん、今みんなが使ってるのはそっちって感じ。あの、私すごい一個質問なんですけど、はい、上げたい写真ある時あるじゃないですか、はい、ツイッターに上げるかインスタに上げるか、どうやって区別してるんですか。私は全部ツイッターに上げてます。ツイッターに上げた写真の中でお気に入りをインスタに上げる。あ、じゃあ同じ写真を上げてるんだ。そう、コスプレ長くやってると、この写真とこの写真両方いいけど、なんかこっち向いてるのとこっち向いてるのとみたいな、ちょっとした差分のやつある。角度が違う。そう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 。でも違うのよ、私の中では違うんだけど、みんなから見たら多分一緒だと思うのね。っていうやつは、こっちは A の構図上げて、こっちは B の構図上げるみたいな違いをしてる。せっかくさ、インスタ見てる人がさ、ツイッターと全く同じもの上げてたらつまんないじゃん。だからちょっとさ、そうそう、表情の差分とかはインスタグラムの方に上げて、でなんかストーリーとかで、これは表情の差分だからもう一個はツイッター見てねとか書いたりして、まあ見てもらったりとか。そっか。これでどうですか、 SNS 使いそうですか。うまく、あの、あんまりね、反応数気にせずもうガンガン上げちゃっていいと思います、うんうん。だったら私たちにリプ飛ばしてくれたら見に行きますから、うん、DM してくれてもいいしね。写真にさ、私たちのアットマークつけたらさすがにさ、あの、申し訳ないから、最新の写真見てくださいとか、リプくれたら別に見に行くんで、それは見せてくれたら私は喜びますから皆さんも SNS をしっかり活用して素敵なコスプレライフを送ってね。以上、クッキー&コーンでした。チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。なにこれ、毎回さ、素敵なコスプレライフを送ってねしか言ってなくないじゃん。何を言うのじゃん。どんだけコスプレライフ素敵に送らせようとしてんだよ。コスプレライフ素敵に送らせるチャンネルでしょこれ、うん、いや送ってほしい、ね